どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、なんと小学6年生からボイスメッセージが届いたので、ちょっと聞いていこうかな。一緒にフォートナイトやってくださいな。お願いしますよ。もう一緒にやるしかないよこれなんでこんなに可愛いんだね君は。あ、どうも聞いてる？ VC 作れるって。ちょ、チャットしてみよう。放送聞いてる？放送聞いて。うん。シェー、入ってきてくれるんだ。ボクシングさんフレンドになってって VC で言ってたから、可愛いからフレンド申請しちゃった。小学生と。オッケー。いや、ここじゃなくていい。もっと離れたとこがいいぞ。ゲーム音なくなった？今聞こえるでしょ？え、ちょっと待って。ゲーム音聞こえなくなった？聞こえるね、ありがとうね。優しいね、ほんとにね。何歳なの君は？仲良くしようで。あ、小学6年生。あ、小学6年生。あ、いざいまさい。つぎゅーん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 。はい、オッケー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 。よりなんでこいつ邪魔をすな。いや、小学6年生のデュオですから邪魔しないでください。本当に皆さんで、どこ行きます？どこ行こうかね。じゃあフィットのミド行きましょう。ボクシングチャンネルは好きなの？なんて名前なの？1970。ビクロイしましょうよ。ビクロイ、ビクロイしようぜ。ちょっと4秒ぐらい知恵があるから会話ができない。ワンチャチャっていう名前でやってます。ワンちゃん？ワンチャチャ？なんで1972年なの？これ絶対親の年だこれ。まあそうですね。バレた。ワンちゃんだって2000何年とかでしょ。小学6年生なんだから。2000何年だ小6って。僕96年だからね。1900。君は？まあそうですね。すごいね、2000何年だ。2008年とかじゃない、多分。2008年生まれのことやってんだよ今。すごいよ。え、ジェンダー抜かれたんだが。おいおい、誰だよ倒したの。おい、話なんねえな本当に。やめてくれよ本当、邪魔してくるの。ゴースティングでしょどうせ。どう思う？また何？また何ですかこれは。これはまた何ていうのこれ。こいつらマジでふざけてんな。アホンダルガー。いえ、バカが。小学生をいじめるからだ、しんどけー。知らん人からフレンドリクエスト。あ、フレンド申請これ拒否しとかないととんでもないことになっちゃうよ君。ダメダメ、リスナーさんこれダメ。この子にフレンド申請送るの二次災害だからやめと。みんな送らないで、送らないで。ほんとね、その被害僕もすごいあってんだけどね。なんでもかんでも。そう、わかったわかったって。これすごいよなこのさ、みんなわかる？このさ、タメ語なんだけど、悪意のないタメ語、この純粋なタメ。大好きさん怒ってますよ。なんて？代行携帯？代行携帯。代行携帯？すまん、おじさん耳悪いからもう、なんて言ってるのか聞こえなくてさ。代行？スナイパーの弾。あ、スナイパーの弾ね。あ、オッケーオッケー。ごめんなさいごめんなさい。もうだって小学生からした23歳ってもうおじさんでしょ？どう？いや、別にそういう感じでもないですよ。別にそういう感じでもないんだ。うわ、危な。またバナナだよ。おい、お前さっきの片あれだな。うん、いもり上がってさっきから本当にふざけてるやつだなこいつ。本当にぶっ飛ばさなきゃなんねえから。小学生いじめちゃったからこの子。もうヘビシナ持ってる、ヘビシナ持ってる。ダメだー。こうやって煽ってるじゃん今。そうやって煽って煽り散らかして負けるとすっげー煽られるから気をつけた方がいいよ。やっぱ人のこと煽るってことは煽り返されるっていうことだからね。ワン君は絶対やっちゃダメだよこれね。これは社会のマナーです。はい。いいね。人のこと煽ったら煽られるんだよ。ダメだよ煽っちゃ。いや、フレンドってどうやってるの？こいつらさ、何？もううざい、ケイチクメ。はい、君はポーションになります。あなたはポーションです。
テクニシャンだろワン君。これが23歳の反射神経だとは思えないだろう。どう？そうっすよね。この小学6年生で敬語を使える、完璧だ君は。なんだって、早く死んで次のマッチングは行きたいだって。そんなこと言わないでくれよそんなこと言わないでくれよ、話し相手になってくれよ。ブーブー言ってらじゃねえんだよ本当に。なんだその、え、なんてモスキートーンなのかな、やっぱ声高すぎてちょっと聞き取れてないな僕、ごめん本当にごめんモスキートーンの効果みたいな、高すぎて聞こえないんだけど俺の耳じゃ。あ、大丈夫ですよ。モスキートーンの効果ある？おや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 って、わかんない。わかんないね、声変わりまだ来てないからね。うんうんうん、まだ来てないですね。かわいいねみんなね。なあ、姉ちゃん！誰？あのバナナ。あのバナナなんだろうね、あれね。これは何？これまたなんていうの？これワン君、これ。これまたなんていうの？これ。ゴースティングかな？かっこいいんだよな、ゴースティングかな、だって。ゴースティングがすごい。かわいそうでしょ、いつもこんな仲やってんだよ。ゴースティングかなって、かわいいね、ほんとに。かわいいね。ほんと素晴らしいよ。この笑い方聞いたみんな、これ。おー、またバナナ。またバナナいるぞ、ほんと。またバナナいるし。これ、なんていうのこれ。これはゴースティングですね。正直ゲームチャットで話してもらった方が話しやすいっていうのはある。あ、そうだね、それはありますよね。でもボイスチャットちょやると放送に声が入んなくなっちゃうんですよね、私申し訳ございません。もう言い方も素晴らしいですよね、悪意のないこの話しやすいですよねっていう、もうなんという、この子がクレーム処理やった方が一番いいと思う。いいね、いや盛り上がってるよ僕は。どう？ワン君は楽しい？ワン君楽しい？どう今？正直見ててもクソつまんねえなと思う？楽しいですよ見てて。ありがとう。いや見てるだけで幸せって言われるなんて。うわっ、ロケットランチャー手に入れた。武器がすごい。武器がすごいねこれね。びっくりだよ本当に。やばい、くしゃみ出る。あっ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 、ぶねえ。すいません、これでも今年23歳になりました。え、次の方向にロケランぶっぱしたらどうすか。いやそうだよ、そう思う俺も。うん、次小 6？ それとも次中 1？ 次中1です。あ、次中1なんだ。中学生は大変だよ、部活入んなきゃいけないからね。なんか放送中失礼かもしんないですけど、今度タイマンとかやってもらってもいいですか。あ、ちょっとそれごめんなさい、できません。いじめることはできません。了解です。で今度やってあげよう、やってあげよう、この子と。この子はいい子だから。いや、じゃあ今やる？今やる？これ終わったらやる？じゃあやりたい？え、いいんですか？いいよ、やる？じゃあちょっと演技して。おいおい、ボクシングお前俺と対バンだって言って始めようか。じゃあ、え、じゃあやります、やります。オッケーオッケー。タイトル名は、あの小学生が喧嘩売ってきたからボコボコにしたったっていう形になるんだけども、本当だ、そういうのじゃなくて、いいですよ、ね、そう、中身はほっこりした感じなんだけども大丈夫かな。違う違う違う、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。もしかして年上とかないよね、こんな可愛い、こんな可愛い声してさ。30何歳とかないよね。それはないよ。ボコボコにしたったっていう、仲良くしたったっていう人がなんか来たんだけど、何のこと言ってる。はっ、危な、ちょっと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 、なんか来た。だいぶバナナ腐ってる。第1回キッズとタイマン GO！ 1回分けたら2段階段で、2段ね、はい、全部説明してもらった、小学生に捕まえた。おい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 ちょっと待って、危ねえ。